おはようございまますす7月9日朝6時5分の相場解説になりますいや,やっぱりね、FX ってねうんあの、やっぱりこう、モチベーション、上がったり下がったりするんですけども、モチベーション左右されちゃだめだなってことが、昨日ね、えー、また分かりました。改めてね、気を引き締めていきたいなと思います。まあでも、気を引き締めていきたいと思いながらも、モチベーションっていうのがね、頭をもたげてくるのが世の常でございます、えー。冷やしを見ていて思うんですけども、ずっとね、 私はこの線にこだわってきました。ここの横線ですね。これがグーッと伸びて、レジサポラインを作って、で、えー、こちらの方に、あこの、この辺りにチャートが展開されるっていうふうに、まあ、期待してたわけなんですよね。これは私の願望です。でも現実が私の願望に寄り添ってくれるかどうかは分からないところが辛いところですよね。私の願望通りなら、これがこの辺りに下がってくれるんではないかなというふうに思うんですけども、さあ、どうでしょうか。 いやーあの昨日ね、ミセス渡辺さんとね、お話しさせていただいて、私もね、稼げるようにはなったけど、まだ全然まぐれだなと思いましたね。<laughs> うーん、まだまだやらないとなと。1日20時間ぐらい、チャートに張り付いてたということですからね、すごいですね。まあ、こんな感じで、下の方に、あだからこれがね、どん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 、振幅が大きくなってきてるところに私、気づいたんですよ。こうね。とか、こんな感じになるのかなと。 まあでも、これはちょっと考えすぎか。まあ私はこういうふうにねなってくれるんではないかなと思います。要するに、106円の方向に、107円から106円の方向にね、今日は割り込んでいくんじゃないかなと思ってるんですよね。うん、1>, 1時間の方見てみましょう。やっぱ気合が入ってないですね、私のね、相場解説、ここのとこ。うん、問題だな。で、この振幅。 この振幅、この振幅と、だんだん大きくなっていく。要するに収束とは逆になっているのかなっていうところですね。で、上下幅っていうのが、こうですかね。いや、何も見えないですね。すみません、今日も <laughs>。なんか、さえてないですね。えいや、というふうな混乱をですね、私は皆さんに今日はお見せしまいましたということでございます。ちょっとまあ、このレンジ相場っていうのは、あ、苦手ですね、やっぱりね。 克服でできない相場の一つです昨日もでも言われてましたけども、レンジの時には入らずに、そのブレイクに乗っかっていく、トレンドを形成したらそこについていくっていうことでしたね、ミスティ渡辺さんも。も私もちょっとね、いつも通りそうしようかなと思います。えっ、ー、と、もう一回、冷やしを見て、これまあ、レンジになってるわけですよ、うん。ここと同じです。小幅の動きで動いてると。で、今も小幅の動きなんですよ。で、移動平均線がもう重なっちゃってますよね。 こういう時にエントリーを考えるからおかしいんですよね。昨日もエントリーしちゃいけないところがあるよって言われてました。そのエントリーしちゃいけないところがレンジのところと、ここはエントリーしていいところですね。いけないところはここです。こういうふうな変わり目。変わり目ではエントリーがすごく難しいと。こことかね。ここ。根っこから取る人っていうのはもう超上級者なんですよ。うん、私もね、根っこから取ることが何回かあったんで、いい気になってましたけども、こことか、うん。やっぱり動いた方向についていった方がいいんで、もうちょっと様子を見てですね。で 動いていった方向についていこうかと思います。もしかしたらこっちかもしれませんしね。はい、えー、本日はあ以上ですね、えー。昨日はミセス渡辺さんとのね、えー、ズームライブ、本当お疲れ様でした。えー、好評で、今日もいろんなね、感想をいただきましたんで、これまた FX の講座第2弾、お願いしようかと思います。それでは本日は以上です。